三代目カイヌマジツは、東京都出身の作曲家、音楽教育家、歌唱指導者としても活動している。実母は、川田三姉妹として知られた、童謡歌手、川田道子で、二人兄弟の長男。戦後家を代表する、童謡歌手、川田雅子と川田孝子をおばに持つ、音楽一家に育った。ミカの花咲く丘や、里の秋、お猿の籠や等の作曲で知られる。 同様作曲家で祖父の貝沼実ミノルが救世した翌年、活命日に生まれたことから同盟を名付けられた。ちなみに、貝沼実は本名で古籍上では祖父が旧事体のミノルを用いることで区別されている。幼少の折には歌手としても活動しており、ヤンボウ、マーボウ天気予報のマーボウ役として CM 曲を歌唱したり、 海外公演などの経歴も数多く持つ。明治大学付属中の高等学校在学中に、作文の全国コンクールで第1位となり、推薦で明治大学へ進学。その後、明治大学では、私学地理学科に進み木村石江元学長に指示して、近世音楽史を専攻した。また、卒業後には、東方学園大学ディプロマコースに進み木村。 都光に支持して、声楽も専攻している。祖父、貝沼実が創設した合唱団オトワユリカ会を率いて演奏活動を行い、イタリアのゼッキーの道路をはじめとする各国の音楽祭などで作曲家としての入賞経験も多い。近年では正当派の同様評論家としても、一定の評価を受け、NHK ラジオ深夜便や新聞コラム、 各地講演会等でも活躍を続ける一方、自ら設立した全日本音楽教室指導者、連合会を組織して音楽指導者の育成を行い、国内外に数万人規模の文下生を持つ。2018年には、同様100年を機に創設された、国内初の同様保存団体日本同様学会の初代理事長に就任し、名誉総裁の友人と新納妃の子と共に、 日本の大衆音楽文化継承を担っている。一方で5人の子供を持つイクメン父親としての経験を生かした幼稚園や小学校などで子育て支援や音楽教育に関する講演活動も好評を得ている。また、特技の少林事件法では東京西品川道員の道院員長として近隣の青少年らと共に汗を流すなど、 品川区支援事業による、ご身術講師としての一面も持ち、地元では保護士も務めている。現在、音羽ゆりか五会会長、全日本音楽教室指導者連合会会長、金剛前総本山小林寺、東京西品川動院長、一般社団法人日本同様学会理事長、NPO 法人日本カラオケ、歌唱力検定協会理事長、 NPO 法人同様日本推進機構理事長、一般社団法人日本歌手協会理事、埼玉県市立幼稚園連合会特別講師のほか、近年は、品川区スポーツ協会オリンピックパラリンピック委員、東京都公安局警察署協議会委員、金剛前総本山少林寺元山委員、明治大学講師なども務める。2017年根獣法省受賞。ありがとうございます。